こんにちは。こんにちは。はい、よろしくお願いします。ケースこんにちは。そうね、そうずれた空気と帽子なのに耳が1個入ってるぞ。それが何分よ。これが今ちょっと寒いんで。はい。さあ、V が回りましたよ。そう。え？腹にずれ今日。ちょっとなんかね、わかんないですけど、なんかちょっと緊張してるんですよね。誰が？わかんないです。わかんない。大丈夫。あれもカメラが。カメラが。ちょっとなんかわかんないです。気持ちは乗れないです。乗れ。乗りたいんだけどね。乗んない。今こういう風にしてるから。ああ。ほらほらほら、ほんとだ。ほらほらほら、うわぁすごい、わぁすごい。てか、お前持ってないでしょ。これ結構さ、今日適当。あ、ほんとですか。まあいいや、とりあえずカメラのように向かってね、ちょっとゆうすぎも、ケースケも。はいはい、はい、ゆうすぎのご覧の皆様、こんにちは。こんにちは。はい、そして会場の皆様、こんにちは。こんにちは。全くリアクションしてくれません。ありがとうございます。さあ、それですね、あ、拍手になりましたとね。スタッフが何人か知れたらお客様が何で拍手するんだろうって勢いで拍手しましたね。これね、気がついたんだけど、じゃんけん大会とかなんかプレゼントあげますって集まるんですよ。あ、でもあえてしてやん。なぜかというと、カスタムエアでウェアとかマテリアを買ってもらうためにやってるんだよ。上まで聞こえてるから十分だろう。なるほど。ここで柏木義行サイン入りウェアプレゼントってきっとね、ブーツ履いてる最中片方さ履いてガシャガシャガシャって来ちゃうからね。リアクションしてるから。今は柏木義行が本当はリアクションしないといけなかったと思う。違うよ。僕はだって今リアクションしようないっつもんだって。ケースケ入ってくるからまずマスターだよ。こいつだったらずっと放置するから。怖いぜ怖いぜって一人で運んでくる。さあ、それですね、紹介していきましょう。まずは、柏木義行君からですね、こちらのカメラの方から。はい、あ、入った、はい、キソスキヤの柏木義行です。よろしくお願いします。そうだけ。いや、なんかね、ちょっと待って、なんだよ、あの、なんて言ってか分かんないですよ。カメラダメなんですよ。なんで？カメラは大好きなんですけど、うん、動画はちょっと恥ずかしいんですよ。動画恥ずかしい、はい、じゃあ映ってないと思ってそれ。じゃあちょっと見本見せてよ。見本やるよ。今日5回目。さあ、続いてはこの方です。はい、皆さんこんにちは、はい、井山圭介です。北海道からやってきました。ここ東京ではですね、きっと僕のことをあまり知らない方もいらっしゃると思いますので、名前だけでも覚えて帰ってください。井山圭介です。井山、井山、ありがとうございます。よろしくお願いします。ちょっと圭介さ、俺も何回か絡んでるけど必ずやるよね。これやる。これ、ね、関東バージョン。これはもう関東バージョンなんですけど、北海道バージョンって海渡ってきてない方、海を渡ってきてまた難しいね。俺北海道の時どうやってやってんの。北海道もね、実はね、同じです。まずね、はい、何のズレもなく全く同じこと言ってるから相当練習したよ。これはもうすごい練習しました。皆さん拍手。まずね、そこに拍手をもらうのもおかしくない。でも実際あの宴会とか、あの新入社員こう歓迎会とか。あのそういうイベントなんかではね、こういうネタ使いますんで、ぜひ皆さんも、使ってください。これもスキー道具以外のものも持って帰れる、この ICI カスタムフェア、素晴らしいなと思いますよね。ケースケがこれ聞いてから、はい、俺がすんごいやりづらかった。特にこれ最初の入りがないからね、そういうパターン。マジですか。まあ、今ハードル上げたからって坂村さんすごいね。いや、さっきはみんななんかね、かぶせてきてた、これにかぶせてきた。かぶせてきたけど、こいつ人がやってることに対してかぶせないから、うん、そこ放置ですね。放置。今日それね、流れをつけましょう。ね、怖いぜ。それで、ね、ちょっとね、講義って、いまだに坊主頭。自己紹介お願いします。はい、デモンストレーターやっています、山田拓也です。よろしくお願いします。以上。以上です。いや、なっちゃうんですよ。なっちゃうんだよ。なっちゃうんですよ。なんかね、ケースケがやったおかげでね。そうです。なっちゃうんです。これしかないもん。もうめっちゃ笑ってるじゃないですか、カメラマンの方も。めっちゃ笑ってるじゃないですか、カメラマン。いや、でもね、いいとこ持っていくのよ、さっきから。昨日ね、ステージから落ちるしさ。昨日、これ気をつけた方がいいですよ。ステージ落ちたんですよ、僕足。気持ちがいいじゃなくて、落とされるから気をつけた方がいい。こいつやりかねないから。今日やった。昨日はね、いきなり、しかも朝一ですよ。朝一、やって、起こして、スピーカー倒して、お客さん拾ってくるから。
僕行ったじゃないですか。あ、でこいたよね。ここに座ってました。行ったじゃないですか。吉木が助けないでもらったんだよ。助けないで爆笑してた。あれビデオで言うすぎて後から見たら吉木押してたんだ。いや、押してないです、押してないです。まあ今日なんかそうね、チャンスがあれば、はい、さあそのですね、なまら北海道というトークになりますが、なんで柏木義行がいるんでしょうか。いや、わかんないですぜひちょっと教えてほしいなと思ってたんですけど、なんで僕の子に入ってんのかな。さっきもね、バックアントリーの話をしてて、はい、バックアントリーね、続いては北海道ですよってタケが、なんで義行がここにいるのまあちょっとね、あの僕も中学校の時は北海道にいたんで、まあ、そういうのがあるのかなって思うんですけど。生まれはじゃあ北海道。いや、生まれは北海道じゃないです。どこ、東京です。うそ、本当です。東京どこ。東京杉並区です。阿佐ヶ谷。阿佐ヶ谷、はい、全然新潟が北海道って認識しかない。あの父親の実家っていうか柏木の、はい、あの本家みたいなのが小樽にあるので、うん、あ、そうか。それで町学校の時下宿し、下宿してたんで、そういう意味では、まあ、全くゆかりがないわけじゃないんですけど。そうだね、はい。北海道の今何て言ったっけ、小樽。小樽です。え、ケイスケは。僕は富良野で生まれたんですよ。僕は、はい。で、拓也は出身は滝川市っていう。滝川市ってどこですか。滝川って札幌と旭川の中間ぐらいにあるんで。北海道ってでかいよね。でかいです。マスルさんは どこですか。ゴールスの町っていうね、下町いい俺のこと。すいません。あ、生まれたのは浅草だ。浅草で。そう、育ったのは新人電車の横で育ちました。北海道なんて、その子供の頃なんか知らなかった。初めてじゃあ北海道に来た時、いつですか。初めて北海道の地に足を踏み入れた何歳で。もう成人になってから。成人になってから。そう、成人になってから。聞いてないよ。マッスルさんの成人って俺たちちょっと違うかもしれない。ちょっと違うかもしれない。年齢が13歳ぐらい。俺の話じゃないんだからさ。じゃあ、フリー行った時の喜びは、はい、空気の掃除した時に日本じゃないと思う。ん？空気の匂いが違う、味が。あ、僕ね、それ逆バージョンですね。東京来たら、あの匂いとか空気が全然違う。それまずいでしょ。なんて言ったら、あ、東京だなって感じですか。え、何が違うんだろう。何なんだろうね。気温？気温？いや、なんか湿度ですよね。湿度かな。飛行機降りた瞬間に、まあ北海道行って東京来たらジメッとしてないですね。ああ。で、東京から北海道行ったらカラッとしてないですか。違うよね。その辺じゃないですか。その辺ね。おお。え？いや、それが違う感じするんじゃないのかなって。あ、そういうこと。なるほど。ちょっとあの、僕も放置したいと思いますか。ちょっとなんか音声が調子悪かったみたいな。そうそう、今ね、自分の音を消しましたんで、はい、これで OK ね。はい。ユーストリームね、音が入れる話がすみません。ユーストリームコメント来てますか。いや、全然来てません。全然来てない。まあでもこれ、ね、あの在庫に残るものなんで、はい、まあ後でゆっくり楽しめるかな。はい。これで結果が分かります。誰が誰をどういじめてるか。誰がどうはめ込んでるか。これはユーストリームなんか、ユーストリームに対してのコメントで喋ってもいいんですか。これあれは何ですか。これはコメントに来れば来る。さっきもね、ケイスケが髪の毛をタケに真似してやってくれたらチーターと三毛猫の話のコメントが来たりとか。そうで、こっちの親分タケが言ったんだね。そうね。アグネラリの話を具体的に言ったら、本日の名言、全身の細胞がガッツポーズするのはアグネラリとかね。本当は来てる。結構コメント来るんですよ、いろんなね。女の子の気を引いて、のりこさん、板の説明大丈夫とかね。そんな話してますが、今日ここにいる3人、誰もコメント来てません。おかしいな。じゃあこれさ、質問コーナーやれるじゃん。はい。質問コーナー。何ですか。ユーストリーム経由、山田明について。今ここにいる方も、はい、スマホでコメントとかコメント発表しますんでね。すごいですね。はい。ということで、なんか全然番組が進まないんで、はい、1個課題を作っていきたいと思います。携帯さなくていいからね。今、ユーストリームをちょっとチェックしようかなと。OK、はい、で、捨てて、はい、よろしくお願いします。はい。タクヤ、お前も仲間だから喋ろうよ。はい。OK! 見てよ、吹いてやって。いや、ユーストリームうめえなと思って。見てました。はい。さあ、今年のユーストリームはどうでしたどうでしたかね。で、まあ、あの、楽しかったですよ。どっちだよ。楽しくない、楽しかったか。え、勝てなかったか。まあ勝負なんで、まあ、もちろん勝ちにいってるんで勝てなかったのは悔しいですけど、うん、まあ、あのよく皆さんに言われるんですけど、聞かれるんですけど、うん、
マテリアルを変えた年だったんで、はいはい、まあ、そういうのは不安がたくさんあったんで、あ、まあ、そういう中で、まあ、結果的にはまあ最低限の仕事ができたかなっていう気持ちはあります。はい、じゃあマテリアルを変えたメーカーさんにもちゃんと恩返しができた。そうですね、あと拾ってくれたメーカーさんにも恩返しできたし、あの、まあ、移籍させた時に前所属してたメーカーさんにも、うん、まあ、恩返しというか、まあ、頑張って見せられたので、そういう意味ではまあ良かったかなと思います。いろいろ葛藤があるんだろうな。そうですね、あ、まあ、本当にプロの選手は大変ですわ。さあ、そしてケイスケの方は、僕は実はあの拓也さんと同点だったんですけど、はいはいはい、拓也さんが4位で、僕が5位っていう、あ、納得のいかない結果に終わったっていう。どうすんだ、同点なんですけど、本当は4位の総合点数なんだけど、5位っていう。ちょっとでもそれ嫌だな。同率でもいいんじゃないの。あれ、なんで、はい、あれ、準決勝の、準決勝の点数は拓也さんの方が良かったんで、なんかそういうルールがあるみたいな。これさ、準決勝まで、それとも準決勝だけ。それもちょっと僕よく調べてないんですけど、多分準決勝だけだと思う。だって本戦1位だもんね。本戦1種目しかなかったんですけどね。でも1位だったんですけど、準決勝だけだと思う。まあ、要するにさ、準決勝でちょっとあそこら辺に位置つけてれば本戦でガーッと抜くぞっていう作戦が、うん、これ覆されたってことでしょ。はい、だから準決勝からトップに行かなきゃいけないってことだな。そうなんですよ。結果がでもずっとこう秋から拓也さんと一緒に練習させてもらって、うん、同点だったじゃないですか、うん、そういうことかっていう。そういうことかどういうことだよ。どういうことだよ。ただね、悪い顔してたんですよ、本戦終わって。え、何？もう今だから言いますけど、うん、悪い顔してたんですよ。悪い顔してた。本戦1種目しかなかったじゃないですか、うん、だから1種目目1位だから総合1位じゃないですか、うん、でみんな僕、拓也さんも拓也も、うん、まだまだこれからだと思ってるんだけど、うん、一応試合は本戦1位で終わってるじゃないですか。はいはいはい。で、バーって帰るとき、テント取ってったら、うん、悪い顔して、余裕顔して飯食ってんですよ。で、どうもみたいな。1位のやつって、やっぱこういう顔するんだって。ごめん、吉井君そういう顔してた、1位。あの、実は、あの時の種目、あの、総合滑降の時に、僕、ゼッケン早く先にスタートしたんですよ。で、実際、技術の時ってあのスポンサーさんになってもらってる企業さんのワッペンをつけてるんですよ。で、僕あの小池屋さんってあのポテトチップスの会社の小池屋さんにスポンサーになってもらってるんですけど、でワッペンをつけてて申請したつもりでいたんですよ、全日本で。多分申請されてなかったんですよ。何で、スタート前とか言われなくて、そのこれダメですよっていうのもう、あの黙ってじーっと見てるスタート係の人がいるんですよ。で、そこですぐチェック入って、で、その種目は0点になるっていう噂になってたんですよ、うん、ショートターンの前に。で、コーチの石黒さんとか水のブースにいるんですけど、石黒さんが飛んできて、うん、お前申請したかって言われたんですけど、うん、そんなの覚えてねえなと思って、でもしたつもりで言って、だけどされてないからって言って、うん、で、その種目は0点のまま大会進むはずだったんですよ。で、失格。いいんです。いいの。で、やべえなーと思って、ショートターンのスタート前も尋常じゃないこう精神状態のまま、で、もうウェアも脱いで、とりあえずそのワッペンを外してショートターン出たんですよ、うん、で、ショートターン終わって上の種目が中止になりましたって時に、うん、助かったと思って。ちょっとね、お前さ、失格ってことじゃん。いや、でも、あの、成立5位じゃなくて、いや5位じゃなくて失格ってことじゃん。成立してない、その種目が成立しなかったんで。成立してたら、成立してたら、あの、失格だった。ちょっとね、さっき4位で納得できないって言ったけど、まあ、5位でもごつになったんじゃないもしかしたら。あぶねえ、だってガス最高みたいな。いや、これもね、運を味方につけたんだよ。はい、あの時ちょっとびっくりして、で、もうそういう、厳しいんですよね、全日本選手権。そんなに厳しいと思う、全然思わなかった。はい。で、つけてるワッペンを申請しなきゃいけないの。申請しないとダメですよ。へぇ、僕も実は、うん、普段この、まあ、今日会場来ていただいてスポンサーさんのにつけてたんですけど、はいはいはい、申請遅れちゃって、外しました、あ、そう。はい。じゃスポンサーさん怒っちゃうじゃん。いや、怒っちゃいますよね、申請しっかり出さないと。でもそれも、申請出す期間もちょっと短いんですよね、北海道戦終わってすぐなんで。 あ、これ失格の映像。あ、これ失格になるやつ。あ、これ失格になる予定だった映像だけど、はい、一番でしょ、これ。いや、これ全然良くなかった。この時だったら小池屋がついてなかった。小池屋さんついてたの。あ、ついてたんだ。はい。拓也さん、気にしなくていいんじゃないですか。いや、最初から気にしないけど。そもそも伏線で言いましたね。
ケイスケは失格だったんだよ。いやでもいい滑りしてますよ。そう、はい、で、あれもびっくりして、まあ、助かったなって初日は。あ、すごい裏話ですね。はい、もうすぐうちのかみさんに電話して、うん、申請出したっけってゴールで待ってたんですけど、うん、分からないですよね。分からないよ。お母ちゃんに電話したって、はい、まあ、そういう裏話、ね、気をつけたいと思います。来年は拓也は、はい、今年は不本意ではなかったというコメントをこの間聞きましたけど、まあ、順位的にはそんなに不本意ではなかったですね、うん、でも自分のこう滑りとかを考えるとまだまだできたなっていう部分たくさんあったんで、まだまだできたなっていうことがあるってことは来年また課題はたくさんあると。そうですね、はい、まあ、今回ね、タクヤスラッシュじゃなくてスプラッシュじゃなくてなかったじゃないですか。タクヤクイック、あ、タクヤクイックなかったじゃないですか。ジャンプ台で一回やりました。やった、はい、もう見てなかった。でももう他の種目でやっちゃうと、うん、評価がガタ落ちになっちゃうので点数が出ないんで。なるほど、ね、最近はちょっとできないんですけど。だから逆にランニングワンでやんなかったとしたら、やった一回だけある。え、だって結局ほぼやってるってことですか。そう、あとは全部やってる。あ、そういえばやってた。正面向かって上から滑って左から滑ったでしょ。そうです、そうです。だよね、はい、最後ビビッと、はい、あれなんで歓声上がるんだろうね。まあでも最近は歓声半分と笑い半分、うん、そういうことね。やり始めた時は結構歓声だったんだけど、さっきの井山圭介 の紹介みたいにやらなきゃいけない時代が来るんだよ。いや、そうなんですよ。もうみんな、もうお客さん自体が、もう拓也さんは、うん、あそこでもうやるっていうのを期待してるんで。期待してる。あれ、点数つかないの？あれ、あまり点数関係ない。関係ないんだ。いや、関係ないんですけど、うん、僕の分析は、あそこでスピード調整してるんですよ。クッキュッキュッって。おで、その後に、すごくでかい球。柏木さん、あまり言わない。あ、ダメなんですか、これ。あまり言わない。その落差で、グーになっちゃうんですよ。クイックはグーなんですよ。クイックの後に完成が出るんですよ。見てるとこすごいし、言っちゃったね、値段話。って思っててもできないですよ。おう、度胸がないです。あれはやるとこできる。できないよ、あんなこと。できます、できます。できる？はい、僕はやろう、来年やろうかな。ケイスケフラッシュあったんですよ。ケイスケフラッシュあったね。はい、ケイスケはね、毎回毎回いろんな出来事を作ってくれるけど、最近でも静かだよね。そうなんです。今年も実はジャンプでやろうと思ったんですけど、タクヤさんの方が先にスタートしてたんで、できないじゃないですか。真似したな、あいつって。あ、そういうことね。ケイスケフラッシュだって総合格好でやるの。薄でよくやってる。大回りでやってるんですよ。ね、でもあれってやる瞬間で、よし、ここでやろうと思うんじゃなくて、普通になんか、ここだって感じでやっちゃうの。なんかもう全身の細胞がガッツポーズし始めるんですよ。さっきの声が真似してる。そうすると体が勝手に動くんですよ。なるほどね。うおーってなってる。スタートするとき、スタート台でいつも何を思って滑るの？何も思わない。まあ、ライン取りとか滑りですね。滑り、今これ滑りをする。 今何点だから、あと何点取ればこうなるなとか、うん、下で僕が言うじゃない、はい、おっと、やがち1ポイントって言ったら、やべ、4点オーバーだとか、そういうのは何かあるの？2回あったんですね、2回90戦で、2回ともそれ考えたときは全然ダメです。滑れないですよ。下で叫んでる声が聞かない方が良いと。良かったですね。いいですよ。あの、やっぱり点数もそうなんですけど、うん、聞かないようにしてても、うん、今年も薄葉で大輔が、吉岡大輔が、あの規制の大回りかな、うん、それまで多分トップ279点ぐらいだったんですけど、うん、あいついきなり284とか出したんですよ。あ、出した、出した、うん、で、選手はもう聞かないようにしてるんですけど、うん、284大輔ボンって出した瞬間に、うん、周りのメーカースタッフの人たちが慌てちゃって、うん、うわ、大輔すげえ、大輔すげえみたいな。そりゃ聞こえちゃうわ。もうね、もう結構点数とかスタート前、その、うん、聞こえても、うん、聞こえなくても、うん、いいっていう精神状態に持っていくようにはしてるんですけど。そこ辛さもあるね、はい、タケもね。僕あれですよ、タケヤさんにやられたことあるんですよ。え、2009年の技術戦で準決勝に、ウサギの新コースの昇段があって、うん、ゼッケンついてたんですよ、うん、いきなり一番スタートかなんかで282ぐらい出したんですよ、うん、準決勝で出せませんでした、うん、あったね。で、僕スタートの時に引いてしまって、うん、そりゃないでしょって言ってたんですよ。で、それ76ぐらいでやっぱ食らったんですよ。やっぱりそれはなかったんですか？ないです。僕の準決勝でいきなり280ないでしょって言ってダメ滑らなかったんですよ。いや、あのね、僕も下で喋ってて、
ここでこの点数が出たら全部データあるというか、その順位が全部分かるじゃないですか。要するに非公認だけど、はい、分かってて、うわ、ここでこの200回数ったらやばいなと思うけど、出ちゃった時に、お、200回数点って言っちゃうと、ギャラリーがそのテンションが上がらないから、言いたくないけど言うわけ。うん、言うプラス聞こえてんだろうな、嫌な思いしてんだろうな、でも悔しいから頑張ろうと思ってたはずだろうなと思ったけど、聞きたくないんだな。僕はね、最近そんなに気にならなくなりました。あ、高橋さん、聞いちゃったらどうするんですか。聞いちゃったら、いや、すげえなと思うそのままスタート切りますよでも、そういうのを聞くと一瞬ね、脈が上がるっていうか、心拍数がガンと上がっちゃうから、それを一回落ち着かせてとか、そういう作業を一回しなきゃいけない。あ、ですよね。だから、聞いちゃったらスタート切んないですか。やっぱりそれってさ、俺余計なことをしてると思う。でも、お客さんがあっての大会じゃないですか。雰囲気としては絶対に必要だと思います。でも本当に辛いよね。あの、みんな選手でいろんな形で知り合ってますけど、勝ってほしいし、なんていうの、頑張ってもらいたいし、全部ね、マイクに入ってくるから、みんな言われます。なんで、マスク、北海道で声大きいのって言うけど、はっきり言っていいですか、今日。はい、北海道っていうね、言いやすい。あ、そういうこと、言いやすい。新潟、長野、違うでしょ、北海道でしょ。楽天があるじゃん、カカンタ。喋りのね、テンションがちょっと上がっちゃうんですよ。スタート前は僕ね、絶対マッセさんの声を聞いて、まあ、そう言ってたね、スタートを、うん、あれ聞こえてる、はい、なんですけど、うん、なかなか言ってくれない時はスタートよし、スタートよしってめちゃくちゃ言われるんですよ、上でね、上であれ早く出ろに聞こえるんです。後半スタートよしって言った時、何分以内に出なきゃいけないとかあるの。ないです。決まりはないですけど、なんかもうスタートよし、スタート聞いて出ます。聞いて出てる、聞いて一瞬ね、ちょっと溜めてから出るんだけど、ケイスケ相当溜めるんだよね。はい、溜めてるよ。だんだんスタート審判もちょっと怒り出して、そう、みんなだ、そうっすよ。マジっすか。決勝になってくると順番滑るじゃないですか、みんな溜めるんですよ。もうイライラしてきたって、みんな。もう今年からはもうすぐ出ようと思って。いや、でもね、そのイライラ感の空気を、でも吉行のジャンプ台でやった時さ、去年、おととしかな、柏木吉行行ったらストックを2個追いつけて、こうやって上に上げたじゃん。10メートル覚えてる。覚えてます。ねえ、あれかっこいいじゃん。そうなんですかね。超かっこいい。見たでしょ、ビデオとか。はい。俺下から見えるんだもん。あ、穴位置見える。あ、そっか、あの、矢倉があるから。あの、ストックをグーッと頭の上やって、あれいいね。いや、そう言っていただけると。あれはね、やってくれるじゃんと思ったもん。それも演出？そうですね。でもあれ、お客さん見えないですよね。え？ビデオで最後突っ張られてる。ああ、本当ですか。いや、ちゃんとそこまで考えてます。だって、考えてチャンピオンだもん。俺もやろうかな、来年。俺もやろうかな、俺もやろうかな、パパーってあげるわでもあの、スタート前の仕草ってわざとやった時あるよ、実は。いや、集中してるんだけど、ちょっとやっとこう。ルーティーンみたい な、何かを動作して、こう、なんていうんですか。いや、無意識のうちにやってるんだろうけど、でもちょっとこれやっとこうかなとか。あ、なんかね、これはやってから出ようっていうのはたくさんある。そんなたくさんもないか。あの、指輪にキスしてたじゃん。そう、これ決勝で、はい、嘘、バーってやって、こうやって手が出てもらったんですよ。あー、ゴールを決めたサッカー選手のように、スタート前にグーってやって、あれは意識したんです。あれはもう結婚してからですね。あの、僕がやっぱり滑れるのも、あの、家族がいるからだと思って、やっぱり何を一番大事にしてるか、やっぱ家族がいて、あの、こうしてこう戦えるっていう、まず最初にそこに感謝してから。それをちょっとキャラ変わってきよ。え、なんですか。急に最近変わってるのよ、はい、言ったことも全部やるしね、はい。さあ、その話をして、タクヤスタートの時何か意識する、はい。僕ね、前はそのルーティンじゃないけど、いろんな動作を必ずしてからスタートしてたんですけど、うん、最近はあまり意識してない。もう本当に自然体でずっとこうスタートしていった方が、あの、気持ちがちょっと落ち着くっていうのは。なるほどね。あの、気持ちが入りすぎちゃうんですね、なんか。そうだろうね、はい。あの、プライベートの話、僕もこれで、あの、ちょっと大会の前奏したんですけど、あの時も周りが頑張って言われて囲まれるわけでしょ。あの時ってね、ポーズをしてたみんなはすごいと思う。できない、穴があったら入りたい状態、わかるでしょ。わかります。それを通り越して、あのジャンプ台でさ、あの声援を受けるわけじゃない。きっと気持ちいいんだろうなと思うもん。気持ちいいよね。気持ちはいいですね。
最高。そこでもうね、いい点数の出しちゃうとやっぱやめられなくなっちゃいますよね。そういうスキーを一回味わっちゃうと、はい、あれ滑り終わった後サングラス投げたり興奮投げたりする選手いるじゃない。あれも無意識にやっちゃうの。あれはもう上がっちゃってやっちゃうんじゃないですか。あれだから実はゴールも面白いですよ。ゴールも面白いっていうのは、高尾とか圭介はゴールのライン切ったら、うん、こうやってガッツポーズタイプじゃないですか。拓也さんはあまりやらないんだけど、うん、僕が見たのは怒ってる姿で、怒ってる姿の山田家のイメージはめちゃめちゃあるんですよ。そうだからその感情が点数出た時に、うん、この野郎っていうあの山田拓也が燃えてるなっていう、結構そこは見るんですよ。多いかもね。ありますよね。結構ケースじゃこうだけど、竹谷さんはグッとこらえて、もしくは面白かった時に、うん、物に当たるんだけでやめとくみたいな。ストックやれそうだけやんない竹谷さん。かっこいいね。いや、これトップのね、視点の話、本当は大輔と高尾ちゃん超盛り上がっちゃうんですけど、うん、さあ、残りあとわずかです。来年のイギリス戦の目標はどうなんですかね。まあだから勝ちしかないから1個しかないんで、うん、まあみんなね勝つしかないから。1位狙う。1位しかないですね。1位狙うじゃなくて取るしかないから、まあ2番3番って狙いようがないっていうか、お狙うとこじゃない。カメラに向かって一言。いやカメラはでもやっぱりみんなそうだと思うんでね。うん、じゃあとりあえず狙えば1位ね、はい、もちろんケースも同じ答えと思うけど、はい、そこまでのサクセスストーリーがありますか。そうですね、なんかやっぱりこう、あの本当にあそこでこう勝負、うん、トップ争いできることって幸せなことだし、はいはい、あともう僕も34歳なので、今こう先輩たちにこう一緒にトレーニングとか、まあ、勝負の世界でこう一緒にスキーができる時間も、もうそんなにあのデビューした時よりも、先があんまりないと思うんで、だから1年1年もそうだし、一種目一種目、うん、本当にそこの場を本当楽しみたいなっていうのが、なるほどね、その緊張感だったりとか悔しさ嬉しさっていうのが、なのでその中でやっぱりあの優勝争いを優勝を目指していかないと多分その喜びは感じれないと思うんで、うん、あのそのユースキーはやっぱり最高のものにしたいですね来年は。OK、はい、はい、竹谷僕はですね、まあ、吉行は優勝を5回してますし、圭介も2回してますし、その優勝した人の、まあ、世界っていうのはやっぱり知らないわけですよ。そうだよな、ね、はい、なのでちょっと一度やっぱりそのゾーンに入ってみたいなっていう思いはあるので、やっぱり勝ちたいって気持ちもあるし、ずーっと拓也はその優勝の経験がないからずーっともうすごい距離で向いてるわけですよね、うん、それを上げさせないようにしてる君たちもいるけど、今年は俺ごめん、拓也を応援したいな、うん、優勝を味わってもらえない。いや、味わってみたい。でも味わった瞬間さ、この僕はって言いそうだよね。なんかすごい、あの信じられないと思うんですけど、うん、僕もなんかそういうのが、うん、拓也さんの優勝する姿っていうのも一スキーヤーとして見てみたいっていうのはちょっとあるし、不安の方はみんなそれを見てるよ、はい、だけど勝たせたくないっていうのもあるんですけど、僕もあるんです。全部ケース喋るのは全力で止めるけど、うん、山田拓也初優勝は見たいよねっていう話よくする。それはなんか純粋に思いますね。やっぱり見たいよね。でもさせないでしょ。まあ絶対にさせたくないですけど、この中では僕が一番、まあ、デビューも早かったし、うん、まあ順序的にはその物事にはいつも言うんですけど、物事にはお前ら順序があるから順序があるぞ。全く話を聞いて、でも本当にあれなんですよ、北海道で僕はもう、ね、20番30番くらいの時からお世話になってて、まあ、拓也さん優勝争いしてるの見てるし、うん、だその当時はやっぱり拓也さん頑張れずっと僕はにもうトップ10入りたいって目標があったりとか、その時はやっぱり優勝争いした時は、うん、なんだ負けたかっていうなんか変な感情なんですけど、だんだんこうトップで戦えるようになってからは、うん、それはありました、はい、まあそんな話をいただきましたけど、本当これね2番1番がいたらおいおいおいって会話になったかもしれないし、うん、まあ、荒れないでよかったかなと、うん、標準は1番と2番、あの2人を引きずり下ろすために頑張ってもらいたいし、はい、逆に1番2番のやつには、選手には、いや、明日から来るけど絶対上げせるなって、これ僕の仕事だと思うんですよ。これが一般の方に面白おかしく映ると思うんで。昔対談しませんでした、この4人で、スキーグラフィック。やったよ。やったよ。やりましたよね。北海道で。やったよ。あの時、ケースがグーンと上がってたよ。僕はもう4位とか。全員良くなかったんですよ。
そう、その時全員良くなかったです。高尾はね、3位になったみたいな。そろって3位みたいな。4番で吉井さん怪我したのね。7番とか8番とか。俺は僕6番とか。うわ、すげえ。あれ、一番成績が悪かった時っていうか、みんながちょっと一回落ちた時っていうか。うわ、すごい。すごいいい思い出だよね。はい、映像で映像で見てる皆さんは言います、スキーはトップクラスですけど、サーフィンは下手でーす。そんな話はいいですよね。またね、北海道の焼き鳥食べるのがやりたいね。またね、はい、いい時間でしたね。ちょっとね、そろそろ実現しようよ。で終わった後ね、あのコンビニでジャンケンして、また拓也が1万円かけるから。うわ、懐かしいですね。負けたね。コンビニで1万円だよ。コンビニジャンケン、懐かしいですね。何でも入ってんだから。全然。これいらねえだろっていうのも。それ言えないからね。まあ、そんな話いただきましたけど、すごく、なんか、北海道でね、取材した時のことを思い出すぐらい、はい、なんか長い付き合いになってきましたけど、はい、僕は書きながら、ファンと一緒に、ファンの目線で応援していきますので、はい、どんどん夢と希望を、こちら愛し合いの、こちらのストックフェアでまだまだ時間ありますので、はい、みんなに伝えてください。はい、ということで、カメラに向かって、愛用するお客様に、ご挨拶したいと思います。はい、あっちですよ。さっきから DC に過ぎ。それでは、ユーズリーのお客様、そして会場の皆様、以上、3名トップクラスのトークショーでございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、今映像も止まったけどさ。